日本福島県藍津若松市山賀町山賀町は、福島県藍津若松市にある町。郵便番号は965-0876。藍津若松市市街地の中部に位置しており、国道118号の西側を町域とする。町名は、山そこを出生の地であることによる。藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。 周囲の地域とともに阿賀川の支流、湯川などやその支流により形成された、戦場地上に発達した藍津若松市の中心市街地を形作る。東は大手町、西は本町、湯の川町、南は米台、北は西境町、東栄町に接する。1384年、小田垣に足の直森が東、黒川間を築いた。これが後に、 黒川城、小高城と言われるようになる。その後、伊達政宗の入城を経た後に、賀茂氏里により、黒川が若松と改められ、1593年には城の改築を始めた。これによって完成したのが天守閣、舞出し、矢倉などを備える城で、この際に内外の閣も作られた。また、1640年、加藤明成は城の追っておきたにしたほか、 天守閣を塗装に改めた。江戸時代、現在の山賀町付近には本町などがあった。本町は、若松城下城郭内の内東大在六条の通りで、城郭内では最重要の通りであった。追手側から本数行邸、本二の邸、本三の邸、本四の邸、五の邸、六の日の戸があり、役所、市屋敷が多かったとされている。また、城郭外との間には、 天寧寺口、有珠寺口、京林寺口が設けられていた。このうち天寧寺口は、加納時代に大手門であった。1868年9月22日、母親戦争の戦いの結果、若松城は解城し、現在の山賀町付近も大きな被害を受ける。明治時代に入ると民政取締所、民政局による統治を経て、1870年に、 若松県が置かれたほか、江戸時代からの若松城下の町は再編され、本町、米台、小田垣、王道、権現下角に加えて、小田町、半米町のそれぞれ一部が合わさり、若松栄町となった。栄町の町名は、母親戦争により、周辺の地域が大きな被害を受けたため、以後栄えることを願いつけられたものされている。 また、若松県庁が城内に置かれていた時期があったほか、1875年、新政府の方針により若松城は取り壊されている。その後、1877年に、旧来の福島県、岩前県、若松県が合併されて、福島県となったことから、若松県は廃止されたほか、1889年に、町村制の執行によりそれぞれ若松町内の、 町名となる。1889年、合わせて、若松栄町は、栄町の町名となり、1899年には、若松町の市政志向により、若松市の町名となる。1955年、当時の若松市と、高野村、一木村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併、合図若松市となったことから、以後栄町は、 同市の町名となる。その後、1960年代に、藍津若松市の住居表示が実施され、現在の山賀町周辺も対象となる。そして、1965年、栄町の一部により山賀町が誕生する。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。町域西川を通る。 国道118号などで合津の売り合自動車によるバスが運行されている。路線バス等の系統 AB、合津若松市の重機人口。合津若松市。2017年8月9日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。門川日本地名大事典7福島県 P9131983。 角川日本地名大辞典7福島県 P8651983 角川日本地名大辞典7福島県 P7421983 エビー角川日本地名大辞典7福島県ピアニッシモ901から9061983エビー角川日本地名大辞典7福島県 P3851983 角川日本地名大辞典7福島県 P1641983 アイズバスロセンズアーカイブド2010年5月14日アットザウェイバックマシンありがとうございます